帰ってきましたよ。ですね、使ってるのはですね、これでした。そう、ボビーブラウン、ボディーブラウン、こんなんです。なんか多分ちょっといいやつ、いくらなんやろ、でもそこそこいいやつ。こんな色です、こんな色。あ、取れた取れたわ。こんな色、ま、そうです、これです。このオレンジみたいなの使ってます取れた、びっくりした、あー、びっくりした。ああ、笑った笑った。赤リップはね、もうあれです、期限が切れて使ってないです。あ、カレンタンだ、カレンタン。まだ私のことを好きで言ってくれるカレンタン、ボサボサやな、ほんまに。カメラ何使ってる？ちょっとそんなん言われたら、カメラもリビングにあるんで。リビングから撮ってこないとダメですね。カメラはね、何やったかな、キス M みたいなやつです。元気出ました、泣きます。泣かないください。キャノンです。いや、ちょっと取りに行くの。そうなんですよ。基本的にね、お、いいなーって思ったやつ適当にプッて買って、プッて使ってみたいな感じなんで、覚えないんですよね、何も。リップはキャンメイクです。うん、キャンメイク、メルティールミナスルージュリップカラー05。汚っ、びっくりした今。こう人様に見せれるもんじゃない。でもね、めっちゃなんか多分、うん、温度で結構柔らかくなるやつやから、めっちゃなんか
もうそれがいいんですけどね、私は。塗っただけでプルってなる感じ。こんな色です。今つけてます。なんか赤すぎずいい感じ。600円とかやって気がします。これいいです、大好きです。ね、この上にいつもこれ重ねてます。これなんていうところ、なんだかな、これもうパッケージがハゲて見えへんのよな。何やったっけな、これ。一時期流行ってん、なんか、自分の温度で色が変わるみたいなやつ。何やったっけな。FF? ディップ38度。プラス5度って書いてるな。不老不死。不老不死リップ。38度01リップトリートメントプラス5度って書いてます。これをなんかつけてます。私はオレンジが好きやから、オレンジが好きやからっていうか、オレンジじゃないとなんか似合わないんです。はあ、ピアスどこ開いてるの？ここに耳ちっちゃ1、2とこっちに1、2、3開いてるかな？わからん。こことここはもう長いことつけてない。通るか言ってみようかな。まずこっち通るんかな。でで、あ、通った通った。ジョッキで牛乳飲むなって言われた。だってジョッキがすぐそこにあったから。そりゃすごい、そこにあるやつを使うでしょ、アイナさん。よいしょ。あ、いけた。あ、ここもいける。家になんかジョッキ3個ぐらいあんねんな。ただあ、いけた。ここもいけた。5個ですね。5個させます。いたたたた。まあ刺さないんですけど、多分もう。よいしょ。家の Wi-Fi が弱すぎて。ポーチはさやかさんからもらったやつ使ってますよ。もうボロボロ。使いすぎて。注射嫌いなのにピアス開けれんの謎すぎん。いや、ほんまにそれな。なんか多分自分でやる分の痛みは耐えれるんですよ。でも自分でやるってわかるから。
でも注射って人にされるじゃないですか。そうなると無理なんですよね。なんでか分からんけど。卒業してから注射はしてないですね。安さで来てますよ。あのね、もう皆さんに聞いてほしい話あるんですよ。今めっちゃ急に思い出した。ね、聞いてくださいよ。もう、朗報じゃないけど、もうほんまに、もうなんか、もう自分ってやっぱりあかんなって思った話なんですけど。この前っていうか、2ヶ月か3ヶ月前くらいにね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったんですよ。で、行って、友達とね、行って、まあ私乗り物、皆さん知ってるように苦手じゃないですか。で、まあ、スペースファンタジーって言って、なんか回転しながら、なんか室内、真っ暗の室内をなんかウィーンって行けるジェットコースターは、なんか乗れるようになって、で、スヌーピーの室内のジェットコースターも乗れるようになって、で、ハリー・ポッターの外にあるジェットコースターも乗れるようになったんですよ。で、まあ、それまで、最後の方まで、もうほんまに私が好きなやつ、好きっていうか乗れるやつだけ乗ってて、いや、それじゃあちょっと友達かわいそうやなと思ってね。でし、その友達がめっちゃジェットコースター好きなんですよ。で、私、まあ、自分が乗りたいやつだけ乗って帰るってのは潔すぎるなぁ思って。潔すぎる？なんか、失礼やなぁと思ってね。その子が乗りたいって言ってた、何でしたっけあれ。何やったっけ。ハリウッドドリーム？ん？ハリー、合ってる？そう、ハリドリにね、行ったんですよ、私。え、すごすぎません？ねえ。で、その、ハリドリ並んでる間も、もう私、ほんまに絶叫無理やし、最後に乗ったんが、ほんまに12歳か13歳の、ロッキング48の収録で、初めて乗った以来だったんですよ。わかるかな？乗った時、ほんまに、12歳の時は、もうほんまにもう鼻水も出して、気絶するぐらい、ほんまに、ドクターストップかかるぐらい、ほんまに無理、やったんですよ。ねえ、いざ、ハリドリに、順番が回ってきました。やばい、自分やばい、ほんまに怖い、どうしようって思って、まあ前もって友達には、私ごめん、気絶するかもって言ってたんですけど、もう乗って、もうなんか音楽が流れるじゃないですか、あれ。その時流れてたのが、ドリカムさんの、何でしたっけ？新大阪？ん？何だっけ？あ、じゃあ、東京ラバ？ん？大阪ラバ？ 行ったんですよ。で、まあ、気持ちで負けたらあかんと思って、最初は、みたいな、上がるみたいな、落ちる落ちる、怖い怖いみたいな言いながら、で、曲が、てて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 て
落ちるじゃないですか。一番上まで上がって落ちる瞬間にもう気抜けて全部もう気絶しました気絶してもう救護室まで運ばれて、ほんまにもうユニバーサルスタジオジャパンとその
なんて一緒に行った子にめちゃめちゃ迷惑かけました。もう一緒ならんとこって思いました。もうほんまに自分で絶叫わかんねんなって、うん、改めて思いました。